はい、皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。ゆいちゃん、今日は TXG さんに来てます。イエーイ。結構前に宮下さんと一緒にここに来てフィッティングしたことがあるんだけど、うん、もうそれぶりかな、うん、ここに来るのは六本木、うん、住所でいうと赤坂。そうね、赤坂で、まあ、ゆいちゃんが、まあ、この PXG のクラブを使っているということで、はい、今回撮影とまたフィッティングをしてもらおうかなと思っております。お願いします。お願いします。まあね、 PXG ね、やっぱ憧れよな。そうなんですよね、まあ、最近またこう新しいクラブもどんどん出てきて、うんうんうん、私あんまり分かんないんで、こちらの方と、まあ、ゆいちゃんも詳しいと思うんで、はい、じゃあよろしくお願いします。今日マスクします。ちょっと今日はカメラいないんで、基本ちょっと ゆいちゃんが映る日になります。あ、こういう感じです。じゃあオーナーですね、TXG のボブさん。ボブさん。ここは TXG さんの専門の販売店で、まあ、スピーカーさんが常駐してて、こちらでフィッティング販売までしていただいて、うん、なるほど。ゆいちゃんも PXG 使ってどれぐらい経つの？もう3年、4年ぐらいじゃないかな。長いね。はい、はい、じゃじゃん。すごい、いっぱい置いてある。シャフトの種類がすごい。シャフト何本あるんだろうね。あっちにもあるもんね。何種類ぐらいあるんだろう。だってこれが今一番新しいジェネフォーですね。ジェネフォーかっこいい。これは超打ちやすい。あ、そうなんだ。はい、PXG 打ちやすそうだよね。アイアンもかなりいいと思うね。レジもグローブタオル、グローブもあるんだ。ある。へえ。PXG が今出てる新しいドラマ。いや、確かに前もこうだったけど、うん、前とはやっぱ違うんだ。ゆいちゃん今ドライバーも PXG 全部 PXG なの。パターも、あ、パターも今だから。ゴルフバッグは別メーカーさんだけど、うん、前は全部ゴルフバッグもこういうPXG っぽいな。これの白使ってた。そうだね、白っぽかった。そう、めっちゃ目立って、めっちゃかっこいい。確かに。ここはここで組み立てての、組み立てて、作ってくださってるから。うん、じゃあちょっと田さんに詳しいお話を聞いていこうと思います。はい、お願いします。はい、薬内さんです。よろしくお願いします。さっきじゅんちゃんと話してたんですけど、うん、シャフトがどれぐらいあるのかなと思って、うん、かなりすごいいっぱいありますよね。そうです、だいたい600ぐらいは。600? その中からこう組み合わせて、その人に合うシャフトとヘッドを組み合わせるって感じなんですか？そうですね。すごっ。ちなみに今はそれが一番新しいと思うんですけど、はい、どれが一番おすすめですか？おすすめですか？まあそうですね、やっぱりこのヘッドが一番に決まりますし、一番出てるんで、まあ、中間のサイズのヘッドですね。あ、ここの厚さがこう違う。そうですね、ソールとあとヘッドのサイズがやっぱり違うのが3種類あるので。あ、ちっちゃい、中ぐらい、大きいみたいな感じなんですか？これが真ん中。これが真ん中です。大きいのと小さいのってどう違うんですか？まあ、単純に大きい方が芯が広い。うん、当たりやすい。そうですね、水とした時の、まあ、ブレがちょっと少ないですよっていう感じじゃないですか。へー、まあ、小さい方がやっぱり操作性が高かったり、まあ、ラフから抜けがいいとかっていうふうにはされてます。なるほど。ドライバーは今これが出てるんですけど、何が？そうですね、まあ、こういう風な見た目になってきて、あの見た目が結構一つ特徴的かなと思います、ね。うん、あ、確かに。本当だ。初めましてない。一応ゴルフクラブのメーカーとしてはこれ初めて採用したんですね。丸みをカーボンにこう定着させてこういう風にしている、まあ、強度をちょっと上げている感じなんですけど、はい、アメリカだと三菱のシャフトで採用している技術をクラブに行って初めて採用したっていうのがこちらです。シャフトで採用しているのをヘッドに持っていったんですね。へー、まあ、普通のカーボンよりもちょっとここの剛性強さを上げているっていう感じで、ヘッドタイプ3タイプあって、まあ、それぞれちょっとサイズとか、まあ、捕まり具合とか球の上がりやすさっていうのが変わってます。このヘッドも一緒ですか？アウトも一緒ですね。
ティアウェイハイブリッドも。本当だ。かっこいい。すごい。これ見たら欲しくなるの。持ってる人は見たことないから。確かに見たことないまだ。まあ、目立ちますよね。かなり目立つ。何それってなる。これは後でね。リールをさせてもらって。はい。たいなと。そうですね、はい。そうしましょう。シャフターどこが人気ですか。人気っていうか。まあ、そうですね。よくやっぱり藤倉さんがね、多いのは。まあやっぱりあとは三井さんとか。これなんかね、今度出るやつなんで、まだそんなに出回ってないと思うんですけど、3月の発売の新しい天性オレンジ。新しいやつ。そうです。出てない。濃い。これ文字のとこが。ね、光ってるね。今までの天性とどう違うの？ちょっと重くしてトルクを絞ったみたいなですね。ちょっとまたハードな感じになってるみたいなんですけど、まあ振るとそうでもないっていうのがメーカーのタイプであります。難しいな。難しい。でも割ったら重くなってますね、前のやつ。あ、じゃあ持った感じは重いく感じるんですか。いやー、どうかね。結構まあ、ハードリさん向けなんで強い系の。あ、そういうことか。なんかよりちょっとハードになったので、ブレが少ない、ハードリッターが少なくてもブレにくくなったみたいな感じに進化したのかなって。そういう人生持ってる人ってかなかいないですよね。そうですね。触れないんじゃないかってことか。PPT とか、こういうのも珍しいと思ってあります、ね、珍しいかも、見たことない。 PPT、どこなんですか。これスイスのメーカーなんですけど、ヨットとか作ってるメーカーがヨットやってて、結構 PG ツアーだと、まあ今だったらジェイソン・デイとか昔から結構使ってる選手もいますね。すごい、初めて見た。初めて見たね。柄がまあもうこういう感じなんで、結構お手に合わせるとすごい渋い感じになって。あ、確かに。これ割と人気あります、ね、確かに、合いそう。フレックスとかなくてないんだ。そうです、ね、この数字がちっちゃくなるにつれて、まあ、軽く柔らかくなっていくっていう感じ。意外とシンプルな作りというか、ね、セッティングになってるんだ。確かにすごい珍しいじゃん。普通のスピーダーですね。あとはグラファイトデザインさん、うん、スタッフもある。そうですね、マフィラさんですか。ネクスティングもネクスティーって入ってますね。本当だ。何でも揃うじゃない。このお部屋は何ですか。このお部屋はフィッティングするあ、これはフィッティングのお部屋。そうですね。パターも、あ、これでフィッティングするんだ。そうですね、パターも、まあ、この機械使ってここで打ってもらうという感じになります。パターは今どれが一番出ますか。そうですね、これも新しく変わってて、私このタイプの骸骨マークだ。そうですね、この骸骨マークのシリーズに変わってます、うん、これゆいちゃんの。そう、ただこのマークまだ入ってない時、骸骨ない時。へえ。やっぱり相変わらずその形と、まあ、これが似てあります。ここは新しいもの。おお、すごい、いっぱい出てきた。お、こういう感じの。あ、めっちゃ特徴的。え、すごい新しい形。え、何これ。これすごい変わってる。そうですね。すごいね、それ。どんな感じなんだろう。まあ、一番多分完成方面が高い作りにはしてると思うんで、後ろがこういう風になってるんで、こう重くしてますから、ちょっとまあ構えてみると、ここがちょっとバーっぽく見て、すごくこうまっすぐ引いて、まっすぐ出すみたいなイメージはすごいつきやすい。なんかバックスイング引くときにすごい引きやすいかもしれない。あ、そう。なんか結構引くときにこう、ブレるよね。ブレる。後ろに行くときにすごい引きやすい。パターンもほんといっぱいあるね。うん、すごいいっぱい。あとでここでフィッティングとかちょっとやってもらうんですけど、まだもう一つお部屋があると思うんで、そっちもいいですか。あっちの部屋とこっちの部屋では何か違うんですか。あっちはギアーズが入ってて、あ、ギアーズが入ってて、はい、パターやってるのもあっちの部屋。あ、なるほどですね。ここにもトラックも入ってて、こっちでもフィッティングができる。ここはたまにレッスンの時にレッスンいただいたりとか。そうなんだ。ゆいちゃんがここでレッスンやってるんだ。たまにやっぱトラックマンがいいっていうお客さんがいらっしゃる。そうだね。まあ、そうですよね。はい、こちらはギアーズです。おー、
ごいですね。横からも。あ、すごい。横からも。これはなんかこうスーツみたいなのを着てやるんですか？そうですね、はい、スーツを着て。私が前来た時は、はい、クラブだけ、まあそうですね、だったんですけど、はい、その時よりかは進化したってことですか？そうですね、あのどっちもできるっていう感じですね。クラブだけでもできますし、やっぱりスーツ着ればこの体の動きとかが全部見られるんで、まああれなんですけど、あれに、まあ、こういうマーカーつけて、おお、すごい。へえ。で、まあ、このこういう風に浮き出てるとこがこのマーカーセンサーなんですよ、うんうん、あ、じゃあ帽子にもつけるんだ。そうですね、帽子もかぶってもらって。すごい、めっちゃ出るの、数字。そうですね、数値化できるってやっぱり一番わかりやすい、うん、すごい。フェイス面どっち見てるか。そうです、そうです。すごいね。うん、すごい。私前なんか手首返せないタイプだった。あ、前やった時。そう。あとは多分前も話したと思うんですけど、うん、基本的にフィッティングの時見るのはこのインパクトの時のシャフトしなるっていう量ですね。シャフトの、まあ、パスっていうのがこのディフレクションが、まあ、こういう感じの横側のしなり、うん、ドループっていうのはこの縦のこのシナ、なるほど。両方同時に起きるんで、方向性はまあこういう風にしなってたんですよ、うんうんうん、こういう感じで、うんうんうん、でもまあ単位がもうミリとかなんで、ほんと1センチぐらいちょっとこっちに寄ってるぐらいな感じなんですよね、うんうんうん、だけどまあこれの量を見てすごいしなってるのか、まあ、しなってないのかっていうのを見て、うん、まあ大体の硬さっていうのを判断してくれる感じになりますね。で、シャフトを選んでもらおうみたいな。そうです。あとは来客とかも全部出てくるんで、まあ、インパクトの時どれぐらいトーダウンしてるかワークしてるかっていうのはこれで見られますし、すごい。それによってこう打点がどうなってるか、それでちょっと来客調整した方がいい場合は来客調整しますし、うん、というような感じです。まあ、あとは切り返しの時肉眼でも見るんですけど、まあ、この辺ですね、こうシャフトがどれぐらい動いてるかとかっていうのもまあ数値化してくれるんで、へえ。この辺でどれぐらい圧が入ってるんだろうなっていうのを見て、うん、シャフトの硬さとか選ぶ参考にはします。すごいですね。すごい最新の技術はここまで。すごい。これカメラがいっぱいついてるんですか？そうですね。あ、めっちゃついてるわ。めっちゃついてる、うん、あ、これで映さない方がいいんでしたっけ？これ大丈夫です。あ、大丈夫ですか、うん、全然大丈夫です。確か前も同じこと言ってました。で、同じことやってたんで1,2,3,4,5,6,7,8 って確かやってました。やってたかそのカメラの位置が重要とか、なんか企業秘密とか。あ、いや全然そんなことない。そんなことない。オッケー。ただすごい繊細なんで、例えばあのそのヘッドについてたセンサーが一回飛んじゃったとかなると、もう一回やり直さなきゃいけないんですよ。セッティングを。そうですね。あとここについてるのがちょっとスイングでずれちゃったとかになると、なんかすごいアバターが変なことになっちゃったりするんで、それぐらい繊細に細かい変化を見てるんですよ、ね。うん、まあ、結果ミリ単位、ミリ単位、そのシナリが分かるんだったら確かにすごい。今日のフィッティングはトラックマンで、ね、うん、そうですね、うん、基本はやっぱりトラックマンで見てっていうのが基本的なプランにはなってるんで、うん、はい、分かりました。じゃあ施設紹介ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで PXG さんの施設、どういうものがあるかっていうのを紹介させてもらったんですけど、いや、すごいね。これでチェックして最高のクラブを使えたらスコア上がっちゃうね。ヒッターさんがすごい、本当に。私も今のクラブ全部シャフトを PXG さんのヒッターさんにお願いして全部見てもらって入れてるけど、やっぱ本当にシャフトで全然変わるし、なんかよくわからないまま使っててる人がいれば、ね、本当に一回フィッティングしてほしい。シャフトでも全然変わるし。確かに。それあるよね。結構なんかネットで買っちゃったみたいな人いるけど。そう、まあ元々ついてるのはいいんだけど、うん、自分がどういうシャフトを使えばいいのか分かれば、うんうんうん、まあ、選択肢がこう広がっていくだろうし。確かにね。ぜひ。はい。ということで次回の動画はですね、実際にドライバーのフィッティングをしてもらいたいと思います。はい。
次回の動画もお楽しみに。